恋愛できない一言。私たちが思わず恋愛できねえよと言いたくなるようなセリフを募集します。ということで読んでいきましょう。お願いします。ペンネーム M カシタマジンさんからいただきました。カシタマジン先輩が女子の前で放った一言、女なんて金さえあれば誰でも寄ってくるんだよ。その後彼を見た者はいなかったでしょうね。いないだろうね。しかもすごいね、女の子の前でよくもこんなこと言えるね。しかもね最後にね笑ってついてんの。あ最低。バカにする形で言ったんだよ。うん最低だ。え、ちょっと外にいる人に聞こう。鈴木くんいるよね。金さえあればいいだろって思ってる人ではないよね。あ、男が男が稼いでちゃんとその相手を守ってあげようって。うん、ちゃんと男性として女性を守ってあげたいっていう気持ちが今伝わってきた。好感度を上げていくスタイルですね。やめなさいよ、なんでここで喧嘩していくの。でもだよね、しっかりできた人ですよ、うん、鈴木くんは、うん、鈴木 vs 古賀なんだ。最近ずっとね、そうなんだ。なんてひどいんだよ。何あのね、話しかけるじゃん、うん、そしたらね、なんやって言ってくるの。本当にもう私なんやって言われたことない。おはようございますとかって言って、なんでなんやっておかしいでしょ。おかしいでしょ。なんなのもう本当に。続いて行くよ。